はいどうもプレスの T です。今日はですね、面接で緊張しない方法っていうのについてお話ししようと思います。やっぱりね、これからその推薦入試であるとか、あるいは大学生だったら今後ね、あの就活とか控えてると思うんですけど、そういうところでやっぱ面接って避けては通れないですよね。でこの面接っていうのはやっぱ苦手にしている人が多くて、なんかやっぱ緊張しちゃってどうにもっていう人がいるんですけど、それってまあ結局なんで緊張するんだろうっていうのを考えたことありますかね。でこの緊張っていうのは何かっていうと、やっぱりその失敗したらどうしようっていう、そういった恐怖感とか不安から来るものだと僕は思っていて、でそうなった時に、じゃあなんでそんな不安なのかなっていうと、面接って意味わかんないんですよ。だってさ、面接にはある意味正解ってないですよね。結局そこの、まあ、面接官がいいと思うかどうかみたいなところで、ほぼほぼ相手の、まあ、価値基準というか気分で決まる部分ってやっぱあると思っていて、てか実際にあるんですけど、そういった中で自分でなんかどうにもならない部分って結構大きいですよね。でそういったその不確定要素が多いものを相手にするときに、やっぱりね、不安っていうのはどうしても付きまとってくるもので、だからこそなかなかこう自信が持てないとか、まあ不安ですからね、まあ難しいっていうのがあるんですけど、じゃあ、それが分かってしまえば対策って取れるでしょって僕は思うんですね。要は、よく分かんなくて不安なんだったら、それに対策をすればいいじゃないですか。で、どういうふうにやっていくかって話なんですけど、まず一個持っといてほしい考え方として、面接では決まらないと、そういうふうにもう割り切ってください。まず大学とかの場合は基本的にまあ点数とかの配点見た時に圧倒的に面接が小さいっていうのありますよね。でもさ、就活だったらほぼほぼ面接で決まるって言うけどって、確かにそうですよ。あの面接で決まる部分って多いと思うんですけど、それはね、会社からの優しさだと思ったらいいと思うんですよ。どういうことかっていうと、例えばですけど、すごくさ、あの入ってからしんどくなるっていう話聞いたことありません？なんか思ってた職場と違うなみたいな。でそういったところで苦しくなる人っていうのは、結局、まあ、その会社の、あの社風ってありますから、それが合ってなかったっていうだけですよね。でそれを面接の段階で、ね、会社側が君は多分うちちょっと向いてないからやめといた方がいいんじゃないって教えてくれてるんだっていうふうに思えばいいじゃないですか。でそう思えばある意味ね、あの自分としては気が楽になるでしょ。単純に落ちたら、まあ単純に向いてなかったんだなっていうふうに思えるだけの話だから、でそういうふうな発想ってやっぱ持っておくと、かなり面接っていうのを受けやすくなるんですね。で、そうした上で、じゃあ何をやっていけばいいか、こちらからできることとしては何かっていうと、ね、自分が思ってることをそのまま言うと、そういう話ですよ。で、じゃあまずそもそもの話で、面接って何を問うているのかって話ですけど、面接では結局単純にね、会話のキャッチボール、コミュニケーションが取れるかっていうのを聞いてるわけですよ。だから相手が聞いてきたことに対してね、自分がそんな嘘ついてて、それとコミュニケーションなんて成り立ちますか？成り立たないですよね。一番面接であのやってしまいがちなミスとしては何があるかっていうとね、いろいろ質問されるうちにボロが出ちゃうっていうパターンですよ。俺は想定問答集とかをすごく作り込んでる人で、たまに陥りちゃうんですけど、要は一個一個の質問の回答としては適切なんですけど、それを全部つなげてみた時に全然なんか自分の意見がブレちゃってるっていう場合ってあるんですよね。でこれははっきり言って面接官に気づくんですよ。あ、こいつ嘘ついてんなって。相手もプロですからね、舐めちゃいけませんよ。でそういった時になんか変にね、あの相手もプロなんだから、こっちがその心理戦というか、あの塗り固めたねフェイクで戦っても絶対勝てないんで、だったらもう思ってること素直に言ったらどうですかね。確かになんかその意見としてはヘボい可能性はありますよ。なんかこいつガキだなって思われるかもしれないですけど、まあ、別にいいんですよ。そもそもね、まあ、大学でもそうですし、あの企業でもそうですけど、会社側って日本のシステムってどんなことか、まあ、皆さん知ってますよね。基本的に日本の会社っていうのは新卒一括採用でしょ。で会社も新卒にそんなに多くのことを求めてないんですよ。あの表向きにはね、その即戦力即戦力って言ってますけど、すごく丁寧に社員研修とかあるでしょ。いきなりさ、4月からはいじゃあ仕事してって、こんなん言われるの学校の先生ぐらいのもんですよね。だから別にそこに関しては自分がいてないところあるんだったら、変にその取り繕うんじゃなくて、それをそのまま出したらいいじゃないですか。大学入試でもそうですよ。普通に今までやってきたこととか自分が思ってることを素直に言うと。
で、それに対してもちろん試験官もこういった風に、じゃあそれだったらこうなんじゃないのとかっていう風に言ってくれるから、それに対してまたちゃんとね、レスポンスをすればそれだけでもう合格ラインですよ、基本的には。で、だからなんかその面接で一発逆転を狙うとかっていうような発想っていうのを持ってる人っていうのはやっぱり緊張しちゃいますよね。何でもそうなんですけど、そのウェイトっていうのが大きいものに対してはすごくこれ失敗できないっていう風に思っちゃうっていうのは当然なんですけど、面接にそれを持ってくるっていうのは僕はかなり間違っているなと思っていて、先ほども言ったように面接っていうのはコミュニケーションですから、相手がいての話じゃないですか。で、そうなってきた時に半分はね、試験官側に任されてるわけですよ。そうなった時にさ、自分ではどうにもできないっていう風なパターンっていうのがあった時にね、そこに重きを置くっていうのはかなり危ういですよね。だからこそ僕はその相手に任せる部分が多いんだったら、そこのウェイトっていうのは極力低くするべきだと考えてるわけですね。で、じゃあウェイトを低くして、で適当にやれって言ってるんではなくて、ちゃんと自分にできることをきちっとやると、そこが全てだって思うんじゃなくって、できることをきちんとやろうっていうふうに思えばいいんですよ。で、できることって何かっていうと、まずは言われたことに対してきちんと答えるですよね。さっきからずっと言ってますけど。で、あとはね、ちゃんと自分のアンテナっていうのをどれだけ広げるかっていう話ですよ。なんか面接とかでその聞かれたテーマが全然わけわかんなかったとかっていう人いるんですけど、そんな突拍子もないことって聞かないんですよね、基本的に。まあ、もちろんそのフェルミ推定とかを問うような問題とかっていうのは出される場合もあるんですけど、それについてもちゃんと落ち着いて考えて論理的に思考して自分が思った通りのことを言えばそれでいいわけですよ。要は筋が通ってるかですよね。で、その筋が通ってるか云々っていう話に関して言えば、結局自分がそれまでにその蓄積してきた知識であるとか、そういったものが大事になってくるわけで、それは普段からね、いろんなことに興味を持って、例えば新聞読んでみるとか、ニュースを見るとか、そういったことをやることによって、まあ、基本的な基礎知識というか一般教養っていうのは身につくので、まずはそれさえあれば、そこから先はね、あとはまあ話をしていけばいいわけですよ。で、まあ、こう僕は基本的にこうやって喋るのペラ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 得意な方なんで、お前が言ってもあんま説得力ねえ、つまり僕は口下手なんだと、だからできないんだっていう風に思ってる人いるんですけど、口下手って一体何なんですかって話なんですよ。口下手な人っていうのは基本的に言い方悪いですけど、完璧を求めすぎてるんですよね。で、その完璧を求めすぎると、やっぱり僕だってそれはなんか 何がそもそも完璧なんだって話はあるんですけど、完璧なスピーチとかっていうのをやろうと思うと、それはやっぱり口詰まりますよ、出てこなくなるんでね。そのみんなを感動させようみたいな、その素晴らしい文言を思いつこうなんてもんだったら、それはすごく考えないといけないんでペラペラ喋れないですけど、別にそんなん求められてないじゃないですか、コミュニケーションの中ではね。だから不完全でもいいから、いや単純に僕はこう思うんですけどねっていうのを出せばいいんですよ。完璧主義な人っていうのはやっぱりどうしても、まあこれは別に面接に限った話じゃないんですけど、どういったものに関してもこのレスポンスっていうのが遅くなるんですね。で、意外と仕事できない人っていうのはそういう場合が多くて、完璧を求めすぎるがあまり結局その出力がない、何も出せない、だから結局コミュニケーションが取れないっていうような状況に陥るのでね、まずは一回その完璧主義っていうのを捨てて、そもそも求めてないから、完璧なんて相手を求めてないので、まずはちゃんと自分の中での思ったことっていうのを素直に出してみる、これをやるっていうのがすごく大事です。まあこれはまあもう面接に限った話ではなくて、もうコミュニケーション全般についてそう言える話ですよね。コミュニケーション能力低くて困ってるんだよなとかっていう人は、基本的に考えすぎです。もう考えすぎで、なんか完璧な返答とかしなきゃいけない、相手がどう思うかとかっていろいろごちゃごちゃ考えすぎなんですよ。そんなところを考えるんじゃなくて、とにかくまあとりあえず自分が思ったことを言ってみる、でそれが相手にとって面白くないなと思ってね、変な顔される場合もありますよ。だけど 100% そんなさ意見が一致するなんてこと絶対ないんで、でそれが合わないって言うんだったら、そもそもご縁がなかったんだなっていうので割り切るぐらいの強い気持ちで挑むと、面接っていうのはかなりうまくいくと思うので、ぜひ皆さんやってみてください。まあね、結構極端なこと言わせてもらったんですけど、ある意味それが真実かなと。要は面接なんていくら対策をしようが、相手がいるもんで、その相手っていうのも固定じゃないから、何が起こるか分かんない、だからもう少し気楽に行きましょうと、そういうお話でした。じゃあ今日はこの辺で終わろうと思います。お疲れさんでした。さよなら。